皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は今流行りのぷっくりとした韓国ネイルの作り方をご紹介します。最大限にぷっくりさせたハートがなんとも可愛らしいデザイン、まるでマシュマロのようですよね。このぷっくりした可愛らしさを出すにはちょっとしたコツがあります。今回も100円ショップのものだけで作っていますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。今回はネイルチップに塗っていきますが、地爪に直接塗る場合はネイルケアをして、軽く爪の表面にヤスリがけをして、エタノールで油分除去をしたら、ベースコートを塗ってライトで硬化したところから始めましょう。まずはお好きなカラーのマグネットジェルを準備しましょう。こちらはキャンドゥのメープルローズ。まずはこのマグネットジェルをパレットに少量取り出して、ドットペンの先端にジェルをつけます。次に爪の真ん中あたりに2つのドットを描いてハートを描きます。この2つのドットがハートのぷっくりした部分になるので、ハートをどのくらいの大きさにするか考えながらドットを作ります。次にダイソーの細長いライン筆を準備して、ドットの端から直線を描いてハートの下の部分を描きます。最初にドットを描いてからハートを描いた方がバランスのいい形に描けます。ハートを描いたら磁石を準備して、ハートの周りに磁石を当ててキラキラの粒子をハートの真ん中あたりに集めます。磁石は爪に対して斜めに当ててゆっくりとハートに近づけましょう。ハートの中心がキラキラになったらライトで硬化します。次に淡いピンク色のジェルでハートを描き足していきます。ダイソーのミルクピンクをパレットに少量取り出したら、またドットペンを使って先ほどより小さめのハートを描きます。爪の根元側に1つと、爪の先端側にハートの上部分を描きます。ドットを描いたら、ライン筆でハートを描きましょう。空いている部分にハートの先端も描き足しておきます。ハートを3つ描き終わったら硬化します。次にセリアのアイシングジェルを使ってハートをぷっくりさせていきます。このアイシングジェルは伸びがよくとろっと固めのジェルなので、ぷっくりとしたネイルアートをするときに大活躍します。まずはアイシングジェルをドットペンにとって、ハートの上にはみ出さないようにのせます。そしたらライン筆に持ち替えて、ハートの縁ギリギリにまでアイシングジェルを広げます。アイシングジェルがハートからはみ出さないように注意しましょう。
他の2つのハートにも同じようにアイシングジェルを塗ってぷっくりさせていきます。アイシングジェルでハートをぷっくりさせたら、このまま硬化します。次にハートの周りにホワイトのジェルを塗っていきます。ハートをぷっくりさせたように、こちらもぷっくりとさせていきたいので、ホワイトのジェルにアイシングジェルを混ぜて、立体的にぷくっとさせていきます。ホワイトとアイシングジェルを1対1くらいで混ぜ合わせて乳白色を作ります。勢いよくぐるぐるかき混ぜるとジェルの中に泡が入ってしまうので、ゆっくりと混ぜ合わせるようにしましょう。混ぜ合わせたら太めのアート筆を使ってハートの周りを塗りつぶしていきます。少し多めにジェルを取ってぷっくりとさせていきましょう。ここでのポイントはハートから少し離して塗ること。こうするとぷっくりとしたハートがより引き立って見えます。爪全体にホワイトを塗り終わったら硬化します。最後にノンワイプトップコートを爪全体に塗って仕上げます。せっかくのぷっくり感を損なわないように、トップコートはごくごく薄く塗るようにしましょう。全体に塗り終わったら硬化します。これで完成です。ぷっくり感を最大限に引き出すネイルデザインに仕上がりました。今流行りのぷっくりとした韓国ネイル、いかがだったでしょうか。今回はアイシングジェルを使ってぷっくりとさせましたが、粘土ジェルを使って作るのも簡単でおすすめです。皆さんのやりやすい方でぜひ試してみてくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。